柔道は礼に始まって礼に終わるとよく言われています。日常生活においても礼があって初めて社会生活も正しく秩序のあるまた潤いのあるものとなります。柔道は単に勝負だけを云々するものではなく社会生活における報復の増進に尽くすことを主眼としなければならないと思っています。柔道を志す者にとって礼儀作法を守ることは大事な資格要素であります。練習において技術を磨くにあたっても常に礼を重んじなければならないと思います。相手がどのように投げられても怪我をしない、また苦痛も感じないように上達する必要があります。の字型に手をつく角度は45度ぐらい。自然本体からの前方受け身に際に顎を引き下っ腹に力を入れます。前方回転受け身、手のつき方で方向が決まるので手は両かかとを結ぶ線と正方角形に頂点を置き指先は左足を指すようにします。回転の方法は右手、右肘、右肩、そして腰から足と輪を描く気持ちで回転します。両手をついての前方回転をマスターしましたら、次に片手だけついての前方回転受け身を練習します。その後、前走しての前方回転を練習しますが、その時、極力大きい動作で高く、幅広く回転します。興味を持って練習するために、障害物を置いて高さや幅などを調節して飛び違い受け身などを取るのも一つの方法です。
背負い投げといえば柔道を知らない人にも日常よく伝わります。例えば私はあの人から背負い投げを任されたなど、あまり良いことではないが、背負い投げの技を知らなくてもこの言葉は知っていると思います。この技は前方に見てきた相手を背負って投げる技です。背負い投げには一本背負いと諸手背負いの2通りがあります。オーストラリー、この技は柔道を練習する人はたとえ自分が得意としなくても必ずやると言ってもいいくらい多い人がやっている技です。オーストラリーは相手の重心を1本の足に移すようにして、その足を後ろから大きく張り倒す技です。防護士、相手を真ん前に崩しながら右手で相手の腰を抱きかかえるようにして、相手を密着させるように引き寄せる技です。支え釣り込み足、この技はまさに倒れかかっている大木が弾みを食って一層急速に倒れるように、相手の足の下っ端を足裏で制して上半身から倒す技です。自由ランドリー、ランドリー稽古です。打ち込みや約束練習などによって習得した崩し方、技の書き方、体さばき、力の使い方などを互いに自由に出し合って練習する方法です。柔道の大半を占める稽古の方法でもあります。正しい姿勢で練習をします。多くの人と練習をします。自分の体に合った得意の技を作る。相手の技量に応じた練習をします。気をつけ、指導、礼。これで柔道の演武を終了いたします。